はいみなさんこんにちは。本日はですね、こちらインスタ3 6 0エースプロですね、最近ちょっと気に入っていろいろと使ってみてるんですけど、こちらのですね、アクセサリーが届きました。このクイックリリースのつ、クイックリリースに続いてという形でですね、購入したものが届きましたので、本日はそちらをですね、ご紹介させていただきたいと思います。 そしてですね、こう皆さんにですね、いつもこう見ていただいて、コメントいただいて、まあ、どうにか私も毎日こう投稿というのをですね、継続しております。でですね、ようやくですね、先日、えっと、登録者様、おかげさまで5000人をこう突破することができました。改めてですね、しっかりとこちらの件はですね、御礼申し上げたいと思いますので、そちらの動画というのは別に撮りたいと思います。で、今日はですね、このエースプロのあのアクセサリーというところにお話をさせていただきまして、またですね、そちらの動画がですね、お役に立てばいいなと思っております。 はい、ということでですね。こちらエースプロですね。まあ、あの新しい。 アクションカムインスタ360さんから出ましたということで、ラインナップとしてはこう全く新しいラインナップなんじゃないのかなという感じなんですね。1RS がまあこれ、形状としては似て,た似てると思うんですが、まあ、この一体型のアクションカムということで、今まで,です、ね、インスタ360さんにはこのような形のものあったのかなというところ、多分なかったと思うんですが、いろいろと別の使い方ができるというところで、アクセサリー2つです、ね、購入してみたという流れなんですね、はい。まず1つ目ですね、こちら、スクリーンプロテクター。 純正のですねこのようなプロテクターをこのですね背面液晶に装着してまあ、安心してこう運用できるようにちょこっとですねこうガードしてくれる製品ですねこちらを購入してみましたというのが一つなのでですねこれはですねあんまりですねこうパッと見てあ貼り付けましたで品質その触った触り心地だとか操作感とかっていうのはどうかっていうのはお話できると思うんですけどまあこのですねこのインスタ360-53のこの背面これがですね純正のですねこの カバーなんで、すねでこれすごくですね、肌触りも良くて操作感も良くて、汚れ等もつきにくくていい製品になることはもう分かってるので、なのでですね、リピートというわけではないんですけど、この純正品がですね、とても使い心地がいいということでですね、皆さんに安心してご紹介できるかなというところを、まず一つですね、お話しさせていただきまして、本命はこちらでございます。はい、じゃーんということで、GPS プレビューリモートコントローラー、こちらですね、これもですね購入してみましたので、本日はこれをメインにですね皆さんにお伝えさせていただきたいと思うんですね。で、このですねもうサクッとなんですけど、このスクリーンプロテクターがどんな感じかっていうのをです、ね、ちょっとお見せさせていただこうと思うんですが、この純正で,です、ね、購入しますと、はい、このように説明書とですねこう掃除するキット類と、あのですねこういう風にヘラこれでですね、この プロテクターが必要なくなったりしたときに剥がす用のヘラがですね、ついております。そしてですね、このように上下ですね、2つ、この予備とですね、予備と言ったらいいのかな、2つのですね、このプロテクターが入っておりまして、プロテクター自体はですね、このように。 しっかりと専用設計のものが入っておりまして、ここもですね安心してお使いいただけるんじゃないかなというふうに思います。これはですね、ちょっと後ほど貼り付けてしまおうと思います。あまりですね、こう貼り付けたからつって何か変わるよっていうことでもないと思うので、これはですね、ちょっと特にお話ししませんが、まあ、早速ですね、こちら開けていってみたいと思います。GPS プレビューリモートコントローラーですね。これをちょっとですね、どのようなものなのかっていうのをですね、一緒に見ていっていただければなというふうに思いますね。 ははい、ではですね、早速、このように開けますと、まあ,あの、パッと見、ですね、スマートウォッチみたいですね、こういう風に入っております。で、こちらをですね、スポッとです、ね、出します。で、本体はこのような感じ、ちょっと後でですね、しっかりとお話しさせていただきますが、それ以外の部分をですね、開けていきますと、はい、まずですが、このように説明書ですね。で、こちらは、えー、っと、 この辺ですね日本語にも対応しておりますので、まあ、読みやすい見やすいかなというふうに思いますでその下にですねこちらがなんだこれはこちらがですね入っておりましてこれ何かなというのをちょっと開けてみたいと思いますもうシールみたいなんですけど説明書を読むとですね水中で使う際にはと書いてあるので、まあ、このようなです、ね、ものが入っておりますちょっとですね説明書を読んでみようと思うんですがおそらくなんですけど両面テープみたいなものなんじゃないかなと思いますちょっとですねなんかその説明書にはですねちょっと記述がなくてですねこのように 袋のところに説明が書いてあります。 まあそちらを読んでみますと、水中で使用する場合は、まずリモコンの背面に乾いた両面ステッカーを貼り、次にユニバーサルストラップに取り付けて、リモコンが安全に使用できるか確認してくださいということなので、おそらく固定するものなんでしょうね。こちらですね、私、水中で使うことってのは今のところないと思うので、ちょっとですね、一回しまっておこうと思います。では続いてですね、何が入っているかっていうのをですね、見ていこうかなと思います。はい、で、そのですね、ステッカーの下にこのような箱が入っております。ちょっと一度全部見てし おううと思うんですが箱がですね本体のこの辺ですね収まっていた箱の下にもう1個あります。はいということで、ですね本体以外にこの2つ箱が入っておりますね。ねでは、えーと、縦長の方からですねちょっと開けていってみようと思うのですが、これですねやっぱりこうスマートウォッチっぽいですよね、こういうところ。おそらくこれ充電ポートだと思います。はい、えー、と今、開けて出してみますが、このようなものが入っております。 このですね充電の端子がついていてベースになっているものですね、まあ、こちらはですね絶対使うかなと思うのでちょっと出しておこうと思いますね はい。ということで、この縦長のですね、箱には充電ベース。で、続いてですね、この一番大きな箱ですね。はい、こちら。で、こちらを開けていってみると、まあ、あと出てきてないものっていうと、リストストラップ等になってくると思うので、その関係のものが入ってるかなと思います。で、こう、左右にですね、このように部屋が分かれておりまして、それぞれにベッド入っております。で、片方入っておりますのが、こちらがですね、ストラップ形状で使うこともできる製品なのかなというものが入っておりますね。 はいこのように短いですねベルトなのでこれ例えばなんですけどバイクだとかのハンドルとかにですねつけるのにいいのかなと思いますそしてもう1つがおそらく時計腕時計上に使えるスマートウォッチのように使えるですね。 はい、このようなベルトが入っておりますね。シリコン製でですね、とても手触りは良くて、まあ、これ両方ともですね、同じような素材でできています。なのでこう、どういう風に使うかっていうのをですね、使い分けすることができるのかなというところでございますね。ではですね、早速こう、どのように接続するのかなっていうのを調べて、簡単にですね、初期設定だけしてしまいたいと思います。こちらはですね、充電をしっかりとした後に、まあ、接続自体はですね、そんなに難しくないようなので、まあ、サクッとですね、充電をして、接続の方をちょっとしてから、皆さんにですね、また お伝えしていいいきたいと思います意外とですねこうバッテリーが残っていたので接続してしまおうと思います。こちらですね、あの本体の電源を入れて、こちらもですね長押しすることによって電源が入ります。はい、このようにですね電源入りましたの、ね、で、こちらもですね電源入りまして、であの Bluetooth の接続のようなので、 こちらですね、上から下にスワイプしたときに、このリモコンのようなマークありますね。これを押すようです。で、こちらちょっと押してみますね。Bluetooth リモコンを、まあ、このように検索中と出てきます。で、えっと、デバイスが見つかりません。再度接続してくださいと出てきましたが、これはですね、こちらがまだペアリングモードになってないようです。で、日本語にこう設定をして、次へ。で このようにですね立ち上がりました。で、こちらですね、このようにカメラ設定でこのリモコンを検索して接続という風になっております。はい、このようになってますね。で、もう一度ですね、こちら、本体を選択して検索してみようと思います。こう検索しておりますと、今ですね、なっておりますね。はい、で、このようにインスタ 360GPS プレビューリモートというですねものが出てきました。で、こちらをですね、タップしますね。はい、ぐるぐると回って、もうこれでですね、簡単に接続は。 完了しておりますではですね、これ、リモコンを接続すると、Bluetooth 起動とクイックキャプチャーが自動的にオンになります。これによりカメラの遠隔、えっと、起動と遠隔撮影が可能になります。確認と押しまして、これでですね、無事ペアリングができました。はい、それでですね、まあ、このように。 はい、私をこう撮影しているというのがですね、リモートコントロールにこのようにですね、はい、表示されまして、遅延等もですね、そんなに大きくないなという感じ、これをですね、この腕に装着して、いろいろと便利に使うことができるというわけでございます。ではですね、これをですね、ちょっと早速使ってみて、まあ、今回は使い心地だけはですね、まず皆さんにお伝えさせていただいて、GPS 等のですね、機能等はですね、また別途動画としてご紹介させていただきたいと思います。で、一つですね、あの撮影とかに行く前にですね、いいなと思ったのが、 このですね普通に時計として結構かわいらしいですね、この盤面出てきてですね使えるんだなっていうのが悪くないなと思っております。これですね、ちょっと傷つけたくないので、カバーとかそういうのをです、ね、何かですねちょっとつけようかなと思います。で、これですね、こう充電するとこう,こういうかわいい音が鳴ります。はい、ということでですね、次は使い心地をですね皆さんにお伝えできればなというふうに思いますね。では画面移ろうと思います。はいということでですね、こちら。 このようにです、ね、これクラリティズームを使うとです、ね、よく見れると思うんですがこのようにです、ね、リモコンでプレビューしながらです、ね、収録ができます本日はです、ねまあ、お試しということでこういういにです、ね、収録しているんですが実はです、ね、動画自体を収録したのはです、ね、だいぶ前なんですよこのリモコンが届いた日というか、まあ、その日に収録してあったのでエースプロが到着して34日後ぐらいかなに収録してたんですが 動画をですね私どこにですねしまってたのかもうその動画があること自体を忘れていたみたいでまあこの動画のですねリモコンとこの、えー、と液晶のですね保護カバーの話っていうのが遅くなっちゃいました、まあ、この辺ですねなかなかこういう風に毎日更新していたりすると管理っていうところも厳しかったりして、まあ、前後あの逆転しちゃって申し訳なかったです、まあ、でもですねとてもですねこのリモコンですね使い心地いいというかですねあのいろいろできるのでまああの 購入する際はですね便利に購入したら便利に使えるかなと思います。で、ですねちょっと注意点が一つあるのでこれをお伝えしておこうと思うんですけど、まだかなりバグが多い感じですね。 まあの例えば動画の一時停止の表示がですね最初は表示されなかったりとかボタン何を押すと出てくるんですけどあとはですねなんか48フレームレートにですね勝手になっちゃうみたいなこととかいろいろあってその辺がちょっと微妙な感じはしております、まあ、そんなこんなんなんですけどまあこちらですねリモコンとてもいい感じなので純正オプションしかもですねこのようにプレビューができて操作も一通りできる設定以外はですねほとんどできるから本体内の設定ですねそれ以外できる感じなのでまあちょっとですね気になる方はですね 調べていただいて価格がいいなと思ったら購入していただけるといいんじゃないかなと思いますはいということでですねまあ、このようにエースプロですね気に入って使っておりますので今後ですねちょっと気づいたこととかあとは熱耐性のテストとか全然してないのでその辺もちょっとしていけたらなと思いますではですね最後までご視聴いただき本当にありがとうございました失礼いたしますバイバーイ